プープ主のバンボットだぜ。生徒のマリサです。オタクやわ、始めるぜ。師匠、横山見つける考察後編ですが、いよいよ、三国志を語るわけですね。まあ、そうだ。横山作品を語る上で、これをスルーしたらコメントが終わりだ。そもそもの疑問なんですが、横山以前に、三国志を漫画にしようとした人って、いないんですか？わしの知る限り、いないようだ。横山光輝が三国志を漫画化してからはいろんな作家が手掛けるようになったが、先陣を切ったのは横山と言っていいようだ。はは、やっぱり横山光輝はパイオニアなんですね。横山が三国志を手掛けるきっかけとなったのが、その前に連載していた水滸伝だな。あ、師匠が横山の漫画でお気に入りだという。水滸伝を手掛けたことで、横山自身の中にいけるという確信が生まれたのだろうな。水滸伝は横山光輝の脚色がかなり入っている連載だったが、三国志はできるだけ原作のストーリーを忠実に再現しようとしていた。そういえば水滸伝というテレビドラマがありましたね。なんと、あのドラマの原案は横山光輝だ。え、そうなんですか？横山光輝が水滸伝という壮大な物語を要領よくわずか7巻でまとめていたので、テレビドラマ化しやすかったのだろう。テレビ版のタイトルロゴは漫画版と同じだ。さすが、漫画職人ですね。でも、他にも水滸伝を日本人の作家がいろいろ手掛けているようですが。小説では、横山以前に水滸伝を題材にした作品は、筒井康隆の俗物図鑑しかないようだ。つまり横山光輝が漫画にしたことで、水滸伝の面白さが伝わったと？江戸時代なら、水滸伝は講談の題材だったし、南宋里見八犬伝などの日本的解釈作品として、広く親しまれていたが、近代になってからは衰えた。横山は漫画というメディアで、中国古典に新しい光を与えた、と言っていいな。光輝って名前だけにね。うまいこと言うな。たまには、ね。それじゃそろそろ、三国志の話をお願いしますよ。三国志は、静止の三国志と、フクションが混じった、三国志演技があるのは知っているな。なんとなくは、知っていますが、どう違うんです？普通三国志という場合、静止のことを言う。つまり想像や、架空をできるだけ排した、事実だけを述べた書物のことだ。中国では二十史といって、歴史の始まりから、明の滅亡まで、24の歴史書が存在する。三国志は、五巻の終わりから、三国時代の終わりまでを記した歴史書だ。横山光輝の三国志は、主に三国志演義にある、説話や、フクションを交えた、物語を漫画にしているな。それじゃ、三国志と演義の違いは何です？劉備玄徳が、張飛、関羽と出会い、兄弟の誓いをする桃園の誓いの場面とか、曹操が恩人を密かに殺害する場面などは、静止にはない話だ。それじゃあ、孔明を軍師に迎えるため、三度繰り返し訪れた、三個の例もないんですか？まあ、我々が見知っている、有名なシーンのほとんどは、三国志演義の創作だ。ふん、まあ、そうなんでしょうね。なんかの本で、歌舞伎の忠臣蔵だって、ほとんどが創作だって書いているのを読んだことありますから。しかし横山は、人物の服装とか、武器など、なるべく史実に沿った形にすべく、努力していたそうだ。連載当時は資料がなくて、後で時代的に合っていない服装とか、官名を単行本で直していたりするな。漫画家って、大変な職業ですね。そんな努力も必要だとは、思いもしませんでした。まあ、人それぞれだな。全く気にしない人もいるし、単行本の増刷の度に手を入れる、手塚治虫のような漫画家もいるから、一概には言えないな。三国志と三国志演義が違うのは分かりましたが、どうしてそんなに史実に忠実だと判断できるんです？中国の歴史書って、そんなに信用できるんですか？まず中国の歴史書というのは、基本的に前の王朝のことを、次の王朝が記すことになっている。隋の歴史を唐が、唐の歴史を明が編纂するようにだ。それはまた、どうしてですか？王朝の歴史を、同時代の人間が書き記すと、どうしても身内びいきになってしまう。都合の悪いことは、その時代の王朝が隠すし、本当のことはなかなか書けないものだ。なるほど。昔は自由な意見なんか、言えない時代ですからね。さらに中国の宮廷では、貴女中という役職の者がいた。これは東大の皇帝の原稿を記録する官職で、貴女中の記録をもとに、次の王朝が歴史を編纂するのだ。でも、その貴女中が皇帝に脅され、嘘の歴史を記したらどうなるんです？紀元前5世紀頃、中国に西という国があった。この国の家臣に、西諸という男がいて、こいつは主君の装甲を泣き物にし、自分が王位についた。なんと、反逆したんですか？宮廷で主君の原稿を記録する貴女中は、最初は装甲をシースと記録した。最初は激怒し、装甲は天寿を全うしたと記録せよと貴女中に命じた。命令に服さなければ、処刑すると脅してな。それで、その貴女中の人はどうしました？処刑の脅しに屈せず、そのまま装甲を殺したのは最初だと記録した。それで、まさか、処刑されたってことは？最初はその貴女中を処刑した。貴女中に二人の弟がいて、最初は後を継ぐ二番目の弟に同じように命じた。お兄さんが処刑されたのを知っている弟ですから、黙って最初の命令に従ったんでしょうね。いや、二番目の弟も、兄と同じことを記録した。最初はさらに怒りを募らせ、二番目の弟を処刑した。残るは最後の二番目の弟だ。最初は二人の兄と同じ運命をたどるのか？と、最後の弟に迫った。まさか？最後に残った末の弟も、二人の兄と同じく、最初、装甲をシースと記録したそうだ。最初も、さすがにこれには何も言えず、貴女中の記録を認めたそうだ。なんだか凄まじい話ですね。中国人って、そんなに記録にこだわるんでしょうか？歴史に関する考え方の違いだな。
次の王朝に記録を引き継ぐという考えの裏には、王朝というのは必ず滅びる運命にあるという思想がある。なかなかハードな思想ですね。でも、すっかり横山光輝の三国志から話がずれてしまった気がします。そうだった。横山光輝の三国志に話を戻すと、この漫画はキャラの書き分けがポイントのように思えるな。そうですね。何しろ登場人物がやたらと多い印象があります。幸い、ストーリーの重要な場面はほとんどが戦いのシーンだ。横山は登場するキャラクターの兜や鎧などを特徴付けているのが見どころだ。この書き分けは、かつての鉄人28号やジャイアントロボに登場するロボットのデザインセンスが引き継がれていると思うぞ。ああ、なるほど。キャラクターの武装を見るだけで、名前や特徴を思い出せますからね。ところで師匠は三国志全巻、読破したんでしょうね。当然だ。ただし、紙の本ではないがな。え、それじゃ電子書籍で？いや、任天堂 DS で三国志コミックを読めるソフトがあるのだ。さすがに60巻もあると、場所を取るからな。わしは同じシリーズで、火の鳥全巻も揃えておる。それがオタクとして正しい態度なのかどうなのか、ちょっと疑問に思いますがね。お主にそう言われると自信がなくなるぞ。まあまあ、それでも全巻読破しているんですから、大張りで解説できますよ。うむ、そうかな、なんだか元気が出てきたぞ。師匠を騙すのは、赤羽の手をひねるようなもの。何か言ったか、マリサ。なんでもないです。それより、これで横山光輝考察、最終回ですが、師匠は横山光輝という作家をどう思いますか？とにかく漫画家としては、プロ意識に徹していたと思うな。三国志を連載していた頃、編集者が原稿を取りに行くと、玄関に封筒に入れられ、一度たりとも、締め切りに遅れたことがなかったそうだ。うひゃー、よく、漫画家さんが締め切りに追われて、地獄のような日々に落ち込むなんて話がありますが、横山光輝に限っては、そんなのなかったんですね。そうらしいな。漫画以外でも、麻雀はプロ級の腕前だったそうだし、趣味の競馬が高じて、馬主になったりしたそうだ。それゆえに、横山光輝が、タバコの不始末で最後を迎えたというのが、皮肉に思えるな。なんでも、完璧な人っていないんですね。この動画が気に入ったら、コメント、高評価、登録などよろしくね。ついでにウプ主の番僕と作者ページも覗いてみてくれ。それからプイッテアのフォローも頼むぞ。サブチャンネルの、番僕とのゆっくり動画、もチェックよろしくね。それでは次回の動画をお楽しみに。